ドラキュラゼロは15世紀に実在したブラド・ドラキュラの史実にアイルランド人の小説家ブラム・ストーカーの小説吸血鬼ドラキュラを織り混ぜた上でゲイリー・ショア監督によって2014年にアメリカ合衆国で制作されたアクション映画である。映画の主な撮影が北アイルランドで2013年8月5日に始まった。フランスでは2014年8月6日、イギリスでは 同年10月3日、アメリカでは同年10月17日、日本では同年10月31日に公開された。キャッチコピーは、その男、ワルにして英雄。愛する者のため、ワルに好みを捧げよう。15世紀、オスマントルコという強大な勢力を誇る帝国があった。オスマンには、兵力増強のため、支配下にある国々に奴隷として、 子供千人を差し出させるという鉄の掟があった。トランシルバニアのワラキア公国君主として国を治めるブラドも幼少期仙台君主であった父によってオスマン帝国へ差し出された過去があった。幼くして戦地に投げ出されたブラドはそこで戦いを学び、やがて串刺し校と呼ばれて敵を震え上がらせる非常な戦士へと変貌する。その働きにより、 御社が与えられ、祖国に帰ることを許されたブラドは、自らの残忍な行いを悔い改め、広告で穏やかな日々を過ごしていた。しかし、それから、幾年もの月日が流れたある日、また悪夢がやってくる。オスマン帝国皇帝メフメト二世よりの使者ハムザベーは、王が子供千人の差し出しを望んでいると、起きての復活を告げる。千人には、ブラドの息子も含まれるが、 逆らえば民は根絶やしになる。妻ミレナは我が子を差し出すことに強く反発するが、息子は国を憂いて自ら帝国の奴隷となることを選ぶ。しかし我が九州の選択と息子の英断に水を差す、ハムザの無礼な物言いに、ブラドはメフメトとの決別を決意しハムザら死者一行を切り捨てる。いずれ押し寄せる帝国の軍勢に対抗するため、ブラドは、 牙の山に住むという魔物に救いを求めるが、魔物は自らが魔物となって敵を滅ぼせばよいと答えるのだった。こうしてブラドはヴァンパイアとなり、三日の猶予が与えられる。誰にもヴァンパイアだと悟られぬようにしながら、三日という制限の中、知恵の激しい渇望を抑えつつ、太陽、清水、銀を弱点としながら、民を守り、敵の大軍を薙ぎ払い、 誰にも頼ることのできない孤独な戦いに身を投じ、傷つき消耗していくのだった。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。